い、では続いて分数式の次数下げについてお話をしたいと思います。先ほどの、分数式の和と差と何が違うねんという話なんですけれども、いや何も違わなくはないんですね。結果的にやることはほぼほぼ一緒なんだけれども、少し工夫をしてあげれば計算が楽になりますよっていうふうな話を少しちょっとしたいなって思いますから、まあこの方法が身についていなくても苦労をいとわないのであればそんなに、問題はないです。だけどちょっとでも計算を正確にやりたいとか、まあ他でも使うテクニックですから、ちょっと身につけておこうかって思う人はしっかり聞くようにしてください。まずカッコ1番の形なんですが、カッコ1番とカッコ2番を見ていて、両方とも共に共通点があるんですが、何かわかるでしょうか？共通点は何でしょうか？まあこんな変な聞き方したらたくさんあるから、まあもちろん当たりはしないかもしれないんだけれども、ここに注目してほしいんですね。分母の次数、次数です。何次式ですかって、次数と分子の次数です。分母の次数と分子の次数、分母の次数と分子の次数を見ていると、これ1次式分の2次式引く1次式分の2次式になってますよね。なってませんか？一方こっち側は1次分の1次、引く1次分の1次足す1次分の1次引く1次分の1次の形してますよね。はい、共通点は何なのかというとポイントです。分数式において、これはこの範囲だけじゃない話なのでしっかり身につけてください。分数式において分母の次数、ちょっと面倒くさいから数って書きますね。分母の次数と分子の次数を見比べたときに、こっちの方が大きい、分子の方が大きい、分母の方が小さい、まあ、もしくは引き分けもかということで、こんな状態ですね。イコールもかですよっていうふうな、こんな状態のとき、次数下げ、次数下げを行うと楽になる傾向があります。お得なことが多いって書いておきます。毎回毎回そうじゃないんですが、毎回毎回そうではないんですが、いろんなところでこのいきなり次数を下げるタイミングが出てきますが、それって絶対気づかないので、こっちが意識しとかなかったよ。で、こんな風に意識しておいてほしいんですよ。分子の次数の方が分母の次数の引き分け以上やった場合、次数下げをやったら楽になるかもしれへんな、ならんかもしれんけど楽になるかもしれへんなって思っておいてくださいねっていうのをポイントにしておきます。何言ってんだよ、この次数下げって一体何なんやろっていう感覚あると思います。これ今からやっていきますね。今からやっていきます。じゃあポイント消しますよ。ポイント、では次数下げっていうのは分子の次数が勝ってる時やな、行うのは。で、結果こんな形にしたいんですよ。分母の次数の方が大きくって分子の次数の方が完全に負けているちっちゃい状態、この形に変形をすれば得なことが待ってますよっていうふうなお話なんですね。なのでその変形の仕方として使うのが割り算です。はい、実際に割ってみるんですね。ちょっと割ってみますね。はい、割り算し終えました。ってことから、分子である x2 乗足す x 足す1の正体は、割る数と小、そして余りを足したもので書き換えられる。これ大丈夫ですか？こんなことできましたよね。はい、これを使うとですね、先ほどあったこの形あるでしょ？この形は次のように書き換えられますね。x 足す2分の分子の正体はこいつですから、このような形で書けることがわかるでしょうか。さあ、じゃあこれがだから何やねんっていうところなんですが、もう見えてる人もいるかもしれません。約分できるんですね。いやでも先生ちょっと待ってください、それはほんまに約分できますか？こことここ勝手に約分やったら怒られますね。ちょっと具体例でいきますよ。例えば5分の20足す1ってあった時にさ、こことここだけ約分やって4足す1で5って書いたらアホ扱いされそうでしょ。だって5分の21だよ。5分の21が5って書いたらアホですよね。そう、こんな約分できないんですよ。もちろんこっち側も同時に割れるときは5と5と5で割ったら4足す2で6、これはいけます。20足す10で30、30割る5は6、確かに約分 OK ですね。そう、片方だけ約分するなんてことはできないんですよ。だけどね、こんな風に分けれるでしょう。5分の20足す1はこっち側とこっち側に分けるのであれば問題ないよね。5分の20足す5分の1。これなら怒られないですよね。だから、4足す5分の1。これは OK じゃないですか。これは大丈夫ですよね。
はい、なので、まあ、この考え方を分数式でも同じようにして使ってあげれば x たす2分の左側と x たす2分の右側に分解してあげることができますから、結果的によ、結果的に約分やって次数自体がほら下がったでしょ。次数自体がもともとは1次分の2次の形やったのに1次分の0次に下がったでしょ。こういった変形のことを次数下げって言います。この変形のことを次数下げって言います。この次数下げを行えば計算は楽で早くなるぞって言ってるわけです。でちょっと得なことが待ってますよって言ってるんですね。まあ、今回のレベルぐらいの話じゃそんなに恩恵を受けないかもしれないけれども、例えばカッコの2番なんかは大きな恩恵を受けますので、ぜひともできるようになってください。じゃあやっていきますね。はい、この後ろの方ですね、こっち側も割り算しています。よし、ということで、どうですか。分子がこんな形で書けますね。分子がこんな形で分母がこうだね。なので約分にあったらこっち分のこっちとこっち分のこっち分けていいから x-1 たす x-1 分の2に分けて、そうですね。はい、したがって先ほどの最初の計算はまず1つ目はこうかけるし、プラスこの後ろの形だけども、プラス前半はこうかけて、後半の部分この部分は引くか引くことの、x-1 たす x-1 分の2やから引く x-1 分の2というふうにかけますよね。したがって x-1 の部分が相殺して消えまして、残されたものは、はい、こんな形の計算なんだと。分子がこんなに激しい形してたのに次数下げを行えばこんな簡単な先ほどやった計算問題レベルまで問題のレベルを落とすことに成功しましたね。まあ、これがメリットですね。これぐらいのレベルじゃまだメリットを感じないし薄いし、いやもうええわ中林のことええわってなっちゃうけれども、必ず後でパンチが効いてきますので、これはできるようになるテクニック、できるようになってください。このテクニックはね、はい、ということで最後通分します。通分すると最小公倍数分の、三角コ x-1 引く2倍の x 足す2ですね。したがって、3x-2x やから xマイナス3引く2やからマイナス5ですか。はい、これで計算終了ということになります。じゃあ続いてカッコの2番の方をやってみたいなと思うんですが、先ほど同様1次分の1次で分子が分母以上の次数になってます。ってことはこれ次数下げやったら楽になるかもなって思ったからなんですね。じゃあ実際にこれ次数下げしなかったらどんな計算せなあかんかというと、こんな計算やね。最小公倍数は赤でかいですね。はい、これ最小公倍数やな。分の x-3 に掛け算されてなかったこの3つを掛け算やって、で後ろは引いて x-1 に x-2 以外の3つを掛け算もやる気なくなりましたわ。こんな4つのブロック全て計算していくだなんてやばいでしょ。この計算はやばいんですね。なのでそこで大活躍するのが次数下げでございます。さあ何をするの。割り算をすればいいね。x-3 割る x-4 です、うん、もうね、これぐらいの計算になるとちょっとこんな工夫やった方が早いかもしれない。ちょっと見ておいて、割ってもいいからね。割ってこっちのまねっこやっても全然できるんだけど、俺のやり方ちょっと見ておいてください。これぐらいのレベルであれば x-4 にしといて x-4 を作って3やからプラス1しとくって変形するんです。これ x-4 の x-3 でしょ。戻るよね。しかもこれ分のこれとこれ分のこれに分けれそうでしょ。こっち分のこっちは約分した1やね。こっち分のこっちはって言ったら分子が1に変わりますよね。 x-4 の1になってくれるよね。ほら、まあ、2つ目も真似してやってみようか。あ、x-2 を作らなかった。あ、でもマイナス1やからプラス1しとくかですね。で x 分のやけど、あ、これはそのままですね。これ分のこれで1、これ分のこれで x の2できそうですね。はい、最後に分けるでしょう。ってことでそれぞれ分け分けしていくと、赤とピンク、あのブルーに分けて分け分けしていくとこんな計算になる。ピンク部分が、あ、 赤の部分が1ですね。でブルーの部分が x-4 分の1ですね。大丈夫。
その時2番目のブロックはマイナス忘れないと。約分にあったら1ですね。で、x-2 分の1なんだけど前にマイナスがついてるからマイナス x-2 分の1になりますね。約分するとプラス1プラス x 分の2になりますね。その次はこっち分のこっちで1だから引くで1で引くでこれこれということなんですね。てことでこれすごいよ。1-1で0 1-1で0。そう、実はこんなめんどくさい分子やったんだけども、その正体はこうでしょ、こうでしょ。その正体明らかにここで与えられたこの形よりも今解かなきゃってなってるこの形の方が楽でしょ。メリットがあるのが次数下げと呼ばれる方法になります。あとはですね、先ほど同様通分を繰り返していくことになりますが、かなりめんどくさい計算であることには違いないけれども、やってもらえたらいいんちゃうかなというふうに思います。まあ、どれでも2つずつペア組んで1個ずつやるのもよし。例えば x-4 x-2 分の、まずこの前だけやっちゃおう。 x-2-x+4 と、後ろだけもやっちゃおう。 x+1 とで、こんな風にやってってもいいし、一気に4つ連続でやってもいいけど、その場合は上に3乗掛けなのかしんどいよね。うん、こうですね。ってことで x-4 x-2 x-2 プラス x-2 さ、そうですね。うん、なので最後はさらに2と x-2 x+1 分の2、かっこ、こちらですね、 x+1 と今度こっちからね、もう展開しようか。 x2-6x+8 ですね。うん、なのでちょっと分母めんどくさいから分母があって、うん、分子は 2x2 乗と 2x4x2 乗、プラス 2x とマイナス 12x でマイナス 10x ですね。でプラスの16ってことで2で約分されちゃうから、2×2x2 乗マイナス 5x+8 かな。これもこれ以上にすればできへんかな。4と2できなそうですね。できなそうですね。はい、ということで、まあ、以上ですね。まあ、これ分子最後くくってなかったら、まあ、何してもいいかなと思うんですが、分母ごめんどくさい4つ分のこの形ということで最終的な回答ということになります。ここまでめんどくさいところでいってようやく正解というところですね。まあ、ここでもかということにしておきます。以上、次数を下げるとちょっとした得がありますよ。これ他の分野でも使うのでぜひともできるようになってください。今日は練習してください。じゃあ続いて、半分数式の計算について説明をしていきたいと思います。これ半分数って読みます。半分数式というふうに言います。お読みか文読みかどっちか知らんけれども、辞書で調べてみると茂るっていう意味ですね。生い茂る、草木が生い茂るっていうふうな感じの茂るという字でよく使う字なんですけれども、どういうことですかっていうと、葉っぱがさ、こう葉っぱの中、葉っぱじゃない、木だとか、まあ、そういう枝がこう枝分かれして、さらにその先で葉っぱがどんどん茂っていくっていう風なイメージをしている。まあその関係上、この形見てもらったら分からへんかな。そう、分数ってこんな風になってるのに、分数の中にさらなる分数が入っちゃってるような、こういう形。はい、こんな形。分数の中にもう一個分数が入ってる。1足す、四角分の三角みたいな形でまた分数が入っちゃってる。分数中の分子や分母にさらに分数が入っているような形、まるで枝の途中でまた枝分かれしてまた枝分かれしてっていうような状態を示したいから、こいつらのことを半分数っていうふうに呼んでいます。じゃあこの半分数ってどうやって計算をするんですかっていうところなんですが、簡単な数字で考えてみるといいかなと思います。例えば1足す3分の1分の2引く、どうしようかな3分の2にしようか、2引く3分の5にしようか、うん、というふうな計算系どうやってするんですか。いや、分母は分母、分子は分子でちゃんと計算したらええやん。もちろんそうですね。もちろんこうされても構いません。3分の4で3分の6から3分の5から3分の1、3分の4分の3分の1、だから3と3で約分して4分の1、当然これでもいいけれども、なんか何分の何分のって言ったらもう頭おかしくなりそうでしょ。なのでこの分数中に出てくる分数を消去する技として、こんな技を知っておきましょう。それは分数の中に分数を使って作って半分数にしてしまった原因を解消するために、分母と分子にその原因となるものを掛け算するんです。
そんなことやっていいんですか？いいんですよ。例えば、4分の1の分母と分子に勝手に3かけても12分の3。これは4分の1のことやから、全然問題ないでしょ。かけたところで式の値の意味を変えないですよね。もちろん規約ではなくなるけれども、計算の都合上こうしたかったならしてくれても全然構わないですよっていう考え方を使っています。なのでこちらも分母と分子に同じ数字であればかけたって大丈夫なんですね。はい。ですから、ここは全体の形に掛け算をして、これだけにかけちゃダメね。それは犯罪です。分母かけ分子かけるなら、そのそれぞれに掛け算をするというところで、計算すると、3、2が6。6引く5分のですね。6引く3に分して5分の、あるいは分母が分子。分母は3たす1。ですから、結果4分の1というふうな計算をした方が、分数の中の分数に惑わされることなく、かなり計算って楽になるでしょと。こういう半分数の状態を解消するときっていうのは、その原因を作っているものを掛け算分母分子にして消してあげようっていうのが考え方です。OK でしょうか？大丈夫かな？じゃあ、同じように分数式を考えたときに、分数式の中にちっちゃなさらに分数式がいますよね。だから、その原因となるものを消してあげないといけませんから、分母分子に何を掛けようか。分母分子に掛けるのは、x-1 ですね。分母分子に同じものを掛けても怒られません。ただし、後ろだけにかけて間違えそうだから、ちゃんと全体にかかるんだってことを意識しておいてください。いいでしょう。ちゃんと意識をしておきましょう。そうすると、計算できるよ。いくよ。はい、さっきもこことかけ直すんで、まず3たす1にしたね。こっちにもかけなあかんし、こっちにもかけなあかん。同じ構図。こっちにかけたら、x-1 の2乗ですね、うん。で、後ろにかけたら約分して消えて分母がなくなったと。よかった、分数解消。はい、続いて分子です。今度はこいつとこいつ掛け算するから、もう展開したかな。x2 乗引く1ですね。掛け算したら、和とされ x2 乗引く1。で、後ろ掛け算したら、x1 は分してプラスの1ですね。ほら。ということで、最終的には、x2 乗引く 2x 分の x の2乗っていうふうな形に計算ができたかと思います。はい。まだできるね。飛躍なのに、飛躍にしようか。x で約分をすると、答え。x-2 分の x というふうに計算ができて、目指し、出たし。ということになるわけです。そう、こんなに煩雑だったのに、分母の分数中の分数を作っている原因となるものを分母分子にかけ直したら、ここにあっさりできますよ。というのが暗分数の解消法になります。じゃあ続いてもう一問いってみましょう。このような形ですね。はい、カッコの2番です。続いていきましょう。分数の中に、分数ってこれやな。でも、その分数の中にさらにこの分数ができてますから、正直、ここが本来分数になってるんだけれども、その分数の中が分数ですから、半分数状態ですよね。だから、こいつを解消するために、まずこのブルーの半分数を解消するために、分母と分子に同じものを掛け算してあげましょう。何掛け算していいか分かりますよね。原因は 1-x、てめえだと。ということで、1-x を分母分子に掛け算をしてあげようと。大丈夫ですか？そうすると、1引く、今、ブルーの部分の半分数解消してるから、これはここにかけないですね。ちゃんとよく構造を見てね。まず、ブルーの部分を普通の分数にするために半分数解消するんだよ。はい、掛け算します。こっちですね。1引く x。引く約分したら引く1ですね。次、分子は1引く x です。ほら、このブルーの部分だけ見てやってください。ブルーの部分を見てやると、この時点では半分数状態でしたね。半分数状態だけど、この部分やったらもう普通の分数でしょ。普通の分数ですよね。うん、なので解消成功ってことになります。はい、ところが、まだ、この全体で見ると分数の中に分数がいるじゃないってことで、これは問題だ。もうちょっと整理しておきます。1引く、マイナス x 分のやからもう x 分のにしちゃおうか。ちょっと計算。一緒に飛ばしますね。マイナス x 分のやから x 分の2して、分子は1引く x で、あ、そうか、ここプラスでしょうね。マイナス x 分の1引く x 分の1っていう形に変形できます。はい、続いての半分数の解消ですから、もう分かったね。分母分子に何を掛け算しますか、こいつのせいやな。x のせいやから x を掛け算してあげましょう。というところで、全体に掛け算をしますから、x 足す1引く x が残る。掛け算したら、掛け算したら x だけ。はい、従って、で1の x が正解ということです。こんなややこしい計算だったのに、半分数の考え方、解消法をしっかりと使ってあげれば、無事計算できたよってことです。じゃあ練習してみましょう。